っています。感想聞いてみましょう。スパギアさん。はい、スパギアです。はい、こんばんは。はい、こんばんは、お願いします。さあ、はい、聞こえますか。はい、聞いてみてくださいよ。はい、現在お使いとのことなんですけれども、はい、実際の使用感とかですね、はい、あればぜひ教えていただけたらというふうに思います。そうですね、やっぱりゲームストリーマーなんでいろんな、まあ、ゲームやるんですけど、やっぱ負荷の高いゲームやってもやっぱりハイスペックなんで全然もうサクサクでできるんですけど、あとこう配信をしなきゃいけないんで、こう配信のソフトをこう同時に立ち上げて、まあ配信もしつつやるんですけど、その配信ソフトを立ち上げても全くあのゲームプレイに支障がない、サクサクとゲームプレイできるようなハイスペックな PC になってて、あとやっぱり配信をする上でやっぱ配信の画質もやっぱ高くしたいじゃないですか、ゲームストリーマーなんで。やっぱそこもね、設定高くしていくと負荷が上がっていくもんなんですけど、そこも負荷上げても全然サクサク動く最高の PC になってます。もうこれ以上ない、ない評価をいただいてありがとうございます。メモを担当者として大変嬉しく思います。はい、実際にですね、先に申し上げた通りで CPU やグラフィックボード最新のものを搭載していますので、まあ、ゲームのプレイのみならずですね、配信等にも、まあ、必要十分なスペックと言えるものになるかと思います。ぜひですね、皆様もこの機会にご購入をご検討いただけたらというふうに思います。はい、いやもうスパイギアさん、ここまでね、はい、マッチもダービーも検討されてますが、もうラストというところもありますけれども、はい、ぜひこういうね、T770i 使って、今後もいい配信をしてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、やっぱハイスペックが何よりというところ、こういう今ね、はい、ゲームをしながら配信というのがもうスタンダードですから、そうですね、しっかりパフォーマンスを出せるというのが何よりも売りですかね。これ向こう行っていいかな、もう、はい、いいよな。さあ、もう一つ、はい、実はあれ、どんどん2つ目ですね、続きましての商品、こちらのノート PC です。レギオン、素晴らしいところありまして、戻りました。お疲れ。大人だったな、はい、ミヤちゃん、そこだったな。そこなしてきた。俺たちずっとヤジしたわ。ギアちゃん、やめてください。やめてくださいよ。全然だって PC のせいじゃないじゃないですか、あれ。全然レノボ関係ないです。レノボ関係ないです。そうだね。すごいね。今ノート PC でもこんなエペックスとかできるんだね。いや、めちゃくちゃ FPS 出るっすよ、これ。はい。本当に美味しいのよ。すごっ。さっきパソコンいくらだっけ ?17 万ぐらいだっけ ?8 パーオフで。レギオさん、レギオさん頑張るんじゃないのこれ。さあ、どうすんの？頑張るでしょう。なんとなんとって言ってほしいな。これは頑張るでしょう。さっきよりちょっと高いな。おお、16万。よっしゃ。めっちゃ安いじゃないですか。5万、5万オフ？ナンパーとかじゃないね、もうね。5万6000オフ。メモリ16ギガで、3060RTX3060。怖い。え、普通にハイスペックっすよね。価格をつけさせていただいております。はい。はい、そして今回ですね。そうだね。買い物マラソンも開催中と、わしのスペックとほぼ同じ。この P550 も含めて、俺は今配信してますと。ゲーミング10個ぐらい買えばいいじゃん。見ていただけたらというふうに。10個ぐらい。はい。ね、他にも詳細ぜひ。